ディング。はい、私の。ダブルポール。力強い。と上げながらやるダブルポールの予定です。お、かかと上がった、かかとが上がりました。あっと、パートナー転びました。残念。いや、もう無理ですね。片足後ろ、片足後ろ。一歩滑走のつもりです。お、一歩滑走。それなんできました。またいきなり。さあ、相原志郎のスーパースケーティングのつもりです。あのね、大丈夫、素人っぽいから。相原志郎のスケーティング、おい、お、ハイハラス志郎のクラウチング。ウィックのつもり。はい、アルペンのチャンピオンのノラスキーの下りの滑りです。安全に滑ってきてます。安全に滑ってきてます。スキー履いたらもっと速いです。お、ラピッドスケーティング、はい、話しろの、ん、これは得意のようですね。これは得意のようです。スキーの素人のようなターンになってますが、スキーの完了です。スーパースケーティング、これも結構さすがアルペンの選手ですね。アルペンスキーナショナルチーム遠征メンバーの相原志郎選手です。こんにちは。
クロスカントリースキーの授業でローラースキーを初体験しました。感想を聞かせてください。冬のクロスカントリースキーの方はやったことあったんですけど、あのローラースキーの方は初めてで、そうですね、バランスやバランス感覚が非常に鍛えられたと思います。アルペンスキーと比べてどうでしょうか。いや真逆ですね。どっちかって言ったらあのスキーはエッジがあるんで、あのローラーとかクロスカントリースキーはエッジがなくて面で押していかないとダメなんで、はい、だから真逆だと思う真逆ですけど、バランス感覚的にはその前後のバランスが重要になってくるんで、その練習になりました。いい練習にもなったと思いますが、これから遠征だと思います、はい。目標を聞かせてください。まずは北京オリンピックの基準を切れるように頑張って目指して、あとはそうですね、ヨーロッパの連戦があるので、そこに向けてしっかり調整を行って結果を出して皆さんにいい報告ができればいいかなと思います。はい、相原志郎選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。はい、頑張ります。